と神からを変えようか決めれずに、この地域の未来のため、北海道の未来のため、日本の未来のため、全力で駆け抜けてまいりました。衆議院議員候補、東国幹氏より、皆様にご挨拶申し上げます。皆さん、この運動期間5日残すところ、こうして北は中川町、南は新カップが、南北300キロの23市町の人、多くの皆さんにお集まりをいただきましたこと、改めて感謝申し上げます。ありがとうございました。今日、小渕先生、進藤先生、そして鈴木直道知事、そして今津博介市長はじめ、本当に多くの管内の市町村長さん、そして何よりも14日に公明党さんからのご推薦をいただきました。寺島総理支部長、ありがとうございます。そして何よりも今津博先生が会場にお越しをいただきました。今津先生の功績、34年にわたっての政治活動の功績というもの、この1年間の講演会活動の中で数々これ目に見える形、そして支援者の輪が広がる中で、今津博先生の言葉、いろんなことをやっておられたんだなということを今更ながら聞かされ、本当に先生の偉大さというものを身に染みて感じております。陰に陽に、今津先生のかつての支援者の皆さんや、そして自民党関係者の皆さん方のおかげでももちまして、この戦い、これ出馬に踏み切ることができました。しかし、そういった温かいご厚情にも関わりませず、私の不徳のところもあって、まだ相手候補には届いてはおりません。このわずかな5日間の中で、いや、今日も投票日だったし、明日も投票日だったし、事前投票というものが定着をした今の選挙制度、毎日が投票日でございます。ぜひこうして多くの皆さんにお集まりをいただきました。あと一人と、ぜひ積み上げるようにして、一層最後の最後まで支援の輪を広げていただきますことを、ただただお願い申し上げます。よろしくお願い申し上げます。特に講演会活動の中、そして助けをかけて街頭をお訴えをさせていただいている中で、20日には名寄市別茂木外務大臣がお越しをいただいたときに、先ほどの小渕先生、進藤先生、そして鈴木知事のこの話と符合するところは、この選挙が終わった途端に、やはりこれコロナ対策、茂木先生は数十兆円規模の経済対策等々が必要だと明言をされました。新聞にも活字には載っておりました。ただこのコロナ対策しっかりやらなければならない、そのしっかりという言葉というのは、それぞれのコロナ対策があるということでございます。業界の中にはやはり観光振興に力を入れていただきたいという業界もあれば、いや、
療養病床の充実を図ってもらいたい、 PCR 検査のこの充実を図ってもらいたい、あるいは医療従事者の皆様方の待遇改善、それも必要だ。さまざまなコロナ対策があり、先ほどお越しをいただいた23市町村の首長さん、おといネップにはおといネップの悩みがある、そして南富良野町には南富良野町のコロナ対策があり、これ白金温泉等を控えているこの美瑛町には美瑛町なりのコロナ対策があるし、それぞれのコロナ対策は千差万別でございます。しかし数十兆円の予算を財政出動をした、そこのところのスキームというものが、基本的なこの方針というものが、それぞれの業界やそれぞれの市町村にマッチしていかなければ、やはり砂に水をまくような対策にならざるを得ません。そこはかゆいところに手が届くようなコロナ対策、そこのところにやはり政権政党の声が絶対に必要だということは、そのかゆいところに手が届く孫の手のような役割がやっぱり必要であります。それを今津先生ご勇退の地、空白の上川管内であったということ、その空白の上川管内を解消する戦い、それがこの31日に審判を受ける戦いであります。またそれが一時が万事であります。国のいろんな事業メニューがありましょうけれども、例えば国はカーボンニュートラル、二酸化炭素をなるべく低減をして環境に優しい地球を作っていく、そしてとりわけ鈴木知事はゼロカーボン北海道と銘打ち、今同議会自民党の中にも解体を即座に設置して、鈴木知事のこの希望夢、それを形に変えるべく頑張っていただいているこの同議会がございます。本間先生をはじめとする中野先生、安住先生、林さん、そしてなおかつ寺島先生、鈴木知事をこの支える大きな大きな同議会の役割、それもやっぱり国から支援をしていかなければなりません。下川町にはこれ森林資源が多くある、そして木材産業が多くある、いや下川町だけではございません、それぞれの23市町村に二酸化炭素を低減をするというこの北海道の森づくりの姿がございます。それは大まかな国の政策の中でもどこにやはり森づくりが必要で、木材産業にどうやって誘導的な政策をこなしていくか、あるいはあそこの町には林道が必要だ、それ流通経路は果たしてどうなんだ、このウッドショックと言われた今年、木材の供給の安定を図っていかなければならないとなると、供給のチャンネルを増やしていかなければならない、だったらこれ国内産の木材業というものも一定の割合で必要だと、チャンネルを多くしていかなければならないだろう、とうとうの北海道に住んでいなければわからないいろんな課題をこの政権に結びつけること、交渉をしていくこと、そしてなおかつ省庁が一派一からげ一括だと言ったって、ここのところは事情が違うでしょうということを政治決着で決めていく場面もあるでしょう。そういう役割を私は担っていきたい、担わせていただきたい。それが私が今津先生の後を継ぐということだと思います。なおかつこれ北海道は一次産業の宝庫と言われております。上川町もそうであります。
しかしいろんなこの素晴らしい食材が生産をされる原材料だけ東京に送るのもったいないじゃないですか。そして違うブランドになってこれ逆輸入みたいな形で我々が消費する、こんなもったいないことはございません。原材料、素晴らしい食材がこの上川管内で生まれたならば、そこの隣には加工場をぜひ設置してもらう。加工場でもって、例えばこの富良野さん何々、高須さん何々、そういったブランド力を高めると雇用も生まれるし、そして北海道のクオリティは高くなる、 PR 力が高くなる、世界の皆さんにそれぞれの町村の名が知れる、そういったことがまさに私は地産地造という勝手に言葉を作って言っておりますけれども、そこの農業地帯の隣に加工業、流通業、そして小売業、そういったものを想像するような、そういった上川管内であれば私はいいと思っております。そういったそれぞれのこの上川管内のならではのことをしっかり汗を流していく決意でございます。もはや各個人演説会、そして街頭演説会、皆様方にお世話になりました、それぞれの市町村でお世話になりました、あんなに多く集めていただいて、幌加内町に至っては人口の 10% のこの街頭演説おいでをいただきました。驚愕するその割合でございました。昨日は生まれた故郷の名寄市風蓮町、本当に多くの皆さんにお集まりをいただきました。東野組合長、どうもありがとうございます。中野先生、どうもありがとうございます。しかし私の不徳の言い出すところ、まだ届いてはおりません。それぞれの支援者の皆さんや講演会の皆さん、それぞれの業界団体の皆さんがこんなに頑張っていただいているのに、まだまだ、しかしこの5日間で必ず追い越し抜いて神川を変える戦いをやってみる。神川は絶対に変わる結果をもたらしてやる、そういう信念のもと、どうか皆さん最後の最後まで頑張らせていただきたいと思います。公明党の皆様方が本当に熱を入れてお一人お二人と紹介活動をしていただいている、まさに寺島先生からのいろんなご指導もあった、それに応えるための、そして多くの多くの青少年から高齢者の先輩までの夢を形にする、そして主張だけではない、提言だけではない、絶対に結果として残していく、目に見える形にする、そういう戦いにどうか重ねてのお願いでございます。最後の最後までよろしくお願いを申し上げ、私の今回の冬季地区大会のお受けお願いの挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。誠心誠意のお訴えお願いをさせていただきました。